須原33キロ聞いてました。津野町の市街地に入っています。国道、197。そしてさっきのちょっと話したんだけど、新城川にカワウソがいた話をしましたね。で、カワウソの里自然公園、今のところ左に入ってって、今ちょうど左の方に見えてる公園が、カワウソ自然公園というところです。そしてその町の役場が間もなく、ここに駐在所があって、この先左でないか右ですね、今正面に見えてる建物が角町の役場です。坂の道の駅を目指してるんですけど、新城川の源流点近くのね、あと100キロ、あ、しちゃった、ごめん、10キロほど。山に拳が咲き出したら白くポッポってなりますね。それはそれで春が近づいたなってなります。あ、ところで今日は、2日2月金曜日、明日3日が節分、4日が立春、そういう流れになりますね。あ、夕暮れだ。こんな風景。